テルチャンネル。こんにちは、皆様こんにちは、マンテルです。今日もマンテル .jp ミュージックスクールからお送りします。 D スタ、完全防音しております。今日ね、これ頭がね、最近ちょっとこうもじゃもじゃにしてんですよ。これ天然パーマなんですよ。すごいでしょこれパーマ。昔ね、高校生の時、中学生の時、すごい先生に怒られまして、パーマかけてんじゃないかって言ってね、癖毛届っていうのをね出しましたよ。僕は癖毛ですっていう、親からね書いてもらって、癖毛届っていうのがないと怒られるんです。パーマかけたって間違えられて、そのくらい僕ねクリクリなんですけどね。この間おかゆにテレビ局でたまたま会ってね、マンテルさん大丈夫ですかっていうか、何がよって言ったら、頭クリクリですよって言ってパーマかけたんですけど、いや天然パーマで、なんか鈴木雅之さんみたいで、もうもなびらまんにらればみたいなって言われましたよって言われましたよ。はい、ということで、おかゆさんも昔じゃないな、今もやってるな、キャンペーン、演歌歌謡会は必ずやる。ソロじゃなくてもインストアライブは結構なミュージシャンアーティストがやります。キャンペーンについてね、今日はお話をしてみたいと思います。皆さんもキャンペーンは聞いたことありますよね。キャンペーンって、まあ見に行った方も、たまたまショッピングモール行ったらやってたのを見たという方もいらっしゃると思いますけど、で大体なぜやるか、もう CD を売るためなんですよ。そこに来てるお客さんに歌を歌ったりすることで買っていただく、その場で、それがですね割と売れたりするんです。普通に CD ショップに置いてあってもみんな買ってくれないでしょ。ところがショッピングモールとか、カラオケ喫茶、カラオケスナックとか、インストア、レコード屋さん、 CD ショップで実際に歌うと、そこに来ていた方が CD を買ってくれるんですよ。それでまあアイドルの子たちはね、その CD を買うと、いわゆる握手券みたいなやつですよね、チェキ券みたいな、1枚買うと握手して写真が撮れるということがあるので、 AKB からねそういうの始まりましたけど、皆さん買いますよやっぱり。おかゆさんもそういうファンの人が買って、もう何回も何枚も買っていただいて、握手をしてっていう、写真を撮ってっていうね。逆に言うと、そうしないともう CD が今売れないんですよ。だから CD というよりは何でしょうね、写真を撮れるための券が入っているものそれが CD かな今は。もうだって980円でサブスク聞き放題でしょ今、音楽が、世界の音楽がね。そんな時代、お金出して CD って CD 買って音楽聴こうって純粋に思う人もういないんじゃないでしょうかね。ファンだからその CD を買うとかっていう風でしょう。だって980円払えばいくらでも聴けちゃうわけですからね。なので CD が売れないんですよ今。なのでキャンペーンをやってファンの人たちに来ていただいて、写真を撮る代わりに CD を買っていただくというのがキャンペーンです。キャンペーンはね結構大変なんですよ。まずノーギャラほぼですよ。まあ地方に行くと、地方のイオンとかどっかの、まあ、カラオケの大きなスナックとか、例えばカラオケ大会のゲストとかね、それもまあキャンペーンのうちだとは思うんですけど、ギャラが出るところはありますけれど、まあ ほとんどインストアにしろイオンにしろギャラがないんです。持ち出しですよ、ないどころか交通費。僕はおかゆでもキャンペーン行くときはね、車でおかゆを乗せて笠間とかね、茨城の奥とかもう行きましたけど、栃木、まあ、関東 近郊ねのイオンに回るんですよ。そうするともう交通費も出ない、まあ、お弁当ぐらいは出ます。まあ皆さんそうなんですよ、演歌歌謡界の人はね、そんな感じでやってると思いますよ。
ただ CD がそこで売れるということでね。でもね、 CD 売れてもね、ぶっちゃけね、音楽事務所はね、そのプロダクションとしてはね、そんな見入りはないんですよ。アーティスト印税ぐらいですよ、 1% ので。作詞作曲してれば売れた分の印税は入ってきますけど、それもね、数千枚単位だと本当ビビたるもんなんですよ。まあ、何十万枚売れれば別ですけどね。なので大変厳しい世界です。本当に売れないと、まだ演歌歌謡界はメジャーレーベルはやっぱり皆さん一目を置いているというか、メジャーからデビューしてないと半人前と思われているところがありますから、やっぱりね、メジャーにいるっていうことは大事なんですよ。メジャーにいるならある程度枚数売れないと契約が次ないということもありえますから、やっぱり歌手も必死でね、 CD を売ろうと努力するわけです。で、その売れた CD はですね、オリコンに反映されて、それがいろんなところのこう評価の基準になるわけですよ。例えば NHK の歌番組に出るためには決まったものがあるわけじゃないんですけど、 NHK ってほら公共じゃないですか。皆さんからの受信料で成り立ってるわけでしょ。そうすると皆さんを、一般視聴者さんを納得させるだけの理由が必要なんですよね、出すためには。それはその一つの基準として CD 売り上げ、これだけこの人は CD が売れてるんだから NHK に出ていただいてるんですよという。なので、歌手の皆さんは、CD を売ってオリコンに反映されるとテレビにも出られるという、そういう仕組みになっております。まあキャンペーンは大変ですけど、それが何回も重ねることによって地道にキャンペーンを続けることでやっぱり認知度は上がっていきますから、それでまあテレビにも出たりして、そうするとまたキャンペーンにもたくさん人が来てくれて CD がたくさん売れて、そうするとまたテレビにたくさん出られるようになってといういいサイクルになっていけば、これがだん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 キャンペーンをやらなくても CD が売れるようになって、キャンペーンが今度はコンサートという形に変わっていくんですよ。それが全国のホールでね、コンサートをやって、コンサートツアーというやつですよね。コンサートツアーに出るとお客さんが入っていただければロビーで CD は必ず売ってますので、終演後、開演前に CD を買っていただくということが可能になるわけです。その最たるものがやはり高橋真理子さんのような日本全国何十本もツアーをして、もちろんコンサート収入もプロダクションの収入になりますし、 CD 売り上げはレコード会社レーベルの儲けになっていくといういいサイクルになっていく、その究極な形が全国ツアーでしょうね。要はキャンペーンの究極な形がアーティストが行う全国ツアーということになると思います。そこまで来ればもうイオンでね、キャンペーンをやんなくてもいいんですよ。そこまでに、ね、なるのがね、でもね、なかなかできることじゃないんですよ、今のご時世。特にね、 CD 売れませんから。だからやっぱりね、地道にキャンペーンをやって、皆さんとお会いして握手をして写真を撮って CD を売ってテレビに出てっていうことがやっぱりね、地道に続けていかなければいけないんだということですね。まあでも歌手もね、皆さんにお会いすることももちろん楽しみにしていますし、皆さんも身近でお会いしたいでしょうし、まあキャンペーンは悪いことばかりではないですよ。というわけで今日はね、キャンペーンのことについてお話しいたしました。私も CD を出して、今年 CD を出して来年あたりキャンペーンをやろうかなと思ってます。見てくれる人おるんかいって話ですけどね。まあでもね、岐阜のイオンとかありますからね、
たまにサックス吹いてたりするんですよ。そうすると割と立ち止まって見てくれる方いらっしゃいますよ。ただね、サックスはねやっぱりね、割とマイナーな感じですので、やっぱり歌を歌って、自分の作詞作曲した歌を歌って CD を出してキャンペーンをして、私と写真撮りたい人がいるかどうかは謎ですけど、もう写真も撮ってちょっとやりたいなと思ってます。だって今年からね、私東京からこっちに来て、岐阜に来て、所属タレントが私だけになりましたから、私を売っていかないとね、事務所が潰れてしまいますから、私が私で稼いでいきたいなと思っておりますので、キャンペーンやるときはぜひ、多分岐阜限定だと思いますけど、岐阜のマーサとかね、行っても大垣のアルプラザとかね、あの辺、関のマーゴとか誰も分かんないね、あの辺かと思いますけども、ぜひキャンペーンやるときは見に来ていただきたいなと思っております。今日はキャンペーンのお話でした。また次回音楽業界のお話をしてみたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。